皆さんこんにちは、みっぴ旅行です。今日はドバイ3日目の朝です。私は今ドバイに来ておりまして、今ドバイのホテルにいるんですけれども、今朝の7時半ぐらいです。今日はアブダビに行く予定です。アブダビ観光ツアーに申し込んでいるので、それに参加します。それが8時45分かな、ホテルピックアップなので、支度をしてもうパッキングも終えました。今からね、スタバにコーヒーを買いに行こうと思います。では早速行ってみましょう。おはよう。 OK。 昨日は夜ね、10時にホテルに到着したので、かなり今回の滞在はホテルステイの時間がね短いんですが、でも観光なのでね、アクティブに動いていきましょう。どれが来るかな。ロビーに到着しました。どっちだろうな、スタバは。外に出てきました。こっちかな。朝の7時半ぐらいで晴れてますね。今日はいいお天気そうです。24時間空いてるみたいなんですよね、スタバ。スーパーがあるんだ。スーパー、こんな近くにスーパーがあったなんて知らなかった。ヨーグルトとかもある。こっちはケーキ屋さんだ。ちょっとこのギリシャヨーグルトを買ってみようと思います。美味しいかな。スタバありました。ここでコーヒー飲んでる人いますね。ここからでいい。限定のマグカップがあります。注文しましょう。無事に注文して買ってきました。これがホワイトラテモカで、こちらがチーズターキーチキンクロワッサンです。ではちょっとね、お部屋で食べようかなと思ったんですけど、空いてるのでここでいただきます。ではいただきます。クロワッサンとこちらのコーヒーを買って、39ディルハムで、タックス税が 2.6 ディルハムだったんですね。合計 41.6 ディルハムで。クロワッサンいただきます。それでは、ホテルに戻ってツアーに行く準備をしましょう。こちらのギリシャヨーグルト食べてみます。こんな感じです。あ、柔らかいかも。いただきます。それではパッキングも終わりましたので、チェックアウトしに行きましょう。昨日は暗くて見えなかったんですけど、窓の外はこんな感じの景色でした。下がエントランスで、隣がこれマンションなのかな、洗濯物干してあるからマンションかな。こんな感じの景色になってます。それではお部屋を出ましょう。短い滞在でしたがありがとうございました。壁がねこんな感じになってる、バンクシーみたいな。朝のお迎えにまだ時間があるので、ちょっとホテル探検してみましょう。ここなんだろう、ね、なんだろう、なんかバッグ置いてある。あ、ロッカーみたいな感じなんだね。ここがチョイスレーム、コンビニですね。スーツケース、スーツ
スペース売ってるんだ。ここでお水も売ってる。辛ラーメンが売ってるんだ。日本のカップラーメンは売ってないですね。ドバイモールよりこっちのが安かったです。チョコデーツ。無事にツアーの人と合流して車に乗り込みました。よかったです。今回は時間通りに待ち合わせできました。他に2組合流するみたいで、他のホテルにピックアップに向かっているみたいです、はい、さて今日はどんなツアーになるでしょうか。はい、左手に見えるのがドバイフレームです。大きいですね。これ上の展望台に登れるそうです。車もホンダかな。ドバイって本当高層ビルが多いですね。そう、中心部は高層ビルが集まっていて、ちょっと20分ぐらい車で行くともう砂漠とか何にもないエリアが広がっています。リッツカールト。全員のピックアップが終わって、これからいよいよアブダビに出発します。そこからアブダビまで車で1時間20分ぐらいかかるみたいです。ずっとね、多分海沿いの道、ハイウェイをずっとまっすぐ進むみたいです。この右側がアブダビ空港みたいです。で、メインの飛行機はイティハドが、運航しているみたいです。こういうアバヤに着替えて今からグランドモスクに入場します。今日のね、一大イベントですね。ではみんなで行きましょう。駐車場から出てきたらこういうショッピングモールに着きました。ここから抜けていくみたいですね。何これ、ラクダのチョコレートだ。かわいい。ラクダのチョコ作ってる。そのツアーの車に乗せていたアバヤはこのピンクか黒しかなかったんで、黒はちょっと暗くて嫌だなと思ったのでこの色にしました。こちらがグランドモスクの入り口になります。この前に歩いている3人は同じツアーの人たちなんですけれども、ガイドの人はここまでねついてきてくれないんですよ。自由にグランドモスクの中に入ってっていう感じで、はい、私は分からないのでこの同じツアーの人たちについて行ってます。これはダメですよってこと。ここがモスクの入り口です。あ、真っ白です。前の人たちは右の2人がポーランドから来ている観光客で、左の人はハンガリーって言ってました。で、あともう2人ツアーに参加している人がいるんですけど、その2人はスイスから来ているって言ってました。結構ヨーロッパから来ている人が多いみたいですね、ドバイは。ここがエントランスみたいです。今ね、こちらで荷物検査がありました。それを通過してこっちに進むみたいですね。
こういうカートもあるんだ。結構歩くのかな、ここから。もしかしたらここのグランドモスクの滞在時間は1時間半みたいです。1時間半後にまたみんなで集合して、車に乗り込むみたいです。こういう道をどんどんまっすぐ進んでいきます。結構中に入る前に遠そうですね。モスクに入るのに結構セキュリティ厳しかったですね。ここで地上に出ました。うん、白が眩しい。こんな感じなんだ。ここがグランドモスクか。すごいな、綺麗、真っ白。こちらがグランドモスクです。すごい立派、大きいな。普通の街中のモスクとは全然規模が違いますね。写真 OK みたいなので、どんどん撮影していきたいと思います。しかも今日お天気が良くて、白がね、青空に映えてます。こっち行くのかな。ではこっちにまっすぐ進みましょう。じゃん、ここがアブダビのグランドモスクです。すごい大きい。これが禁止事項みたいです。ピースとかもダメなんですね。こっちから中に入れるみたいです。中もすごい豪華そう。イスラム教、ムスリム、イスラム教、全然文化が違う国に行くのは結構刺激があって面白いですね。取れちゃった。中に入っていきましょう。すごい人が集まってる。ここは中に入れないようになってるみたいですね。こっちに行くと、ああ天井もすごい。ここが中央エリアなんだ。ここが中央エリアみたいです。広い。これもね、大理石だそうです。床は全部大理石。じゃあ今歩いてきた道ですね。これが全部大理石なんてすごいですよね。向こう側の廊下も一周できるのかな。行ってみましょう。こんな感じです。天井にも模様が描かれています。ここがメインの中央広場になります。もう白くてね、眩しいぐらいです。豪華な作り。これ天井もすごいんですよ。模様が描かれてて綺麗です。ではこの中央広場の外回廊、外廊下を一周してみましょう。嬉しい。日本人初めて見た。じゃん、本当に中央の写真スポットになります。すごい、こんな感じです。広い。もう観光地ですね。ここ観光地化されてます。このお花の模様、アブダビのなんかお花なのかな。さあ広いのでどんどん歩いていきましょう。このスカーフね、買ってよかった。
2日間だけだけど大活躍です。もうドバイに来たらこのスカーフとか、スカーフとロングワンピースがないと始まらないですね。郷に行っては郷に従いみたいな感じで、現地のこう服をねまとったりすると結構気分も上がるのでおすすめです。横から見るとこんな感じなんだ。この柱かわいい、お花の模様になってる。ネットで見たんですけど、ここのグランドモスクを建てるのに700億とかだったかな、すごい膨大なお金をかけて作ったそうです。でもアバヤ着なくてもこういう肌が見えてなければ洋服大丈夫みたいですね。結構普通のズボンの方とかもいます。ぴっちりしたスパッツみたいなのだと多分入れないんですけど、ゆったりしたズボンだったら大丈夫みたいですね。あ、お祈りホールとかがあるんだ。男女分かれてます。ここでまた QR コードチェックがあるみたいです。セキュリティがすごいですね。わあすごい、このシャンデリア有名らしいですよ。すごい高いです。全部スワロフスキーでできてるらしいです。すごい豪華、綺麗ですね。このね床もすごいの、大理石でピカピカ。ここはさすがに入れないようになってるんですけど、お花の模様で綺麗な大理石の床です。写真撮影してた人がピースしてて、セキュリティの人に注意されてました。ピースはね、ダメらしいですよ。いろんなルールがあるので、知らないで入っちゃうとね、ちょっと焦りますよね。この緑の絨毯は全部シルクでできているそうです。あ、このシャンデリアもスワロフスキーなのかな、多分。スワロフスキーのシャンデリアです。次は何のお部屋でしょうか。これだけ観光客が集まってるのすごいですね。さっきのドライバーさんもパキスタン人で、ドバイに住んでいる人の 90% が外国人みたいです。なんだろうこれ、時計かな、世界各地の。あ、これさっきのところだ。あれさっき、あ、横から見たってことか。え、3つも並んでたんだ、シャンデリア。こんな感じ。このガラスかわいい、とにかく柄がかわいい。さあ外に出ました。暑い今日。これでモスクの中の見学は終わりになります。モスクの見学が終わりました。ツアーの1時間半で十分見れる感じですね。だから30分ぐらいあれば、2、30分あれば見終えると思います。それでは出口の方に向かいましょう。歌声が聞こえてきた。お祈りの時間なのかな。ここのモスクはもう観光地化されてるので、もう撮影とかも全然 OK。 戻りましょう。
入り口のところがショッピングモールになってましたね。お土産屋さんみたいなのがありました。ちなみにこのグランドモスクは入場無料になっております。なので誰でも無料に入れることができます。今回私が申し込んだこのアブダビ1日観光ツアーは4200円で予約しました。日本から予約して英語のガイドのツアーっていうのを、予約しました。はい、出てきました。マグネット売ってる、かわいい模様がかわいいですね。これもマグネットなの？これはマグネットだ。これもマグネットでした。かわいい。これここにもマグネットたくさん売ってたんだ。16魔法のランプがたくさん。じゃあラクダさんがたくさんいます。29、こちらは58デルハムです。あ、大きいラクダのオブジェがあった。すごい。キャメルミルクソープ。ラクダの石鹸、これが48デルハム。いいのかな、ラクダのミルクソープ。金かと思った。このアバヤ可愛いですね。模様も可愛いし素敵。コンビニに入ってきました。キティちゃんが売ってるこのラクダのウォーカーズのクッキーショートブレッドがお土産に人気みたいです。 28.5 ディルハムです。レーズがたくさん売ってます。ドライフルーツですね。いろんな種類のデーツがあるんだ。ドバイティムホートンズがすごい多いですね。ここにもティムホートンズがあります。マクドナルドの物価調査してみましょうか。スタート。イングリッシュ、テイクアウェイ、バーガー、どうなんだろう。例えばサムライマックスがないですもんね。例えばチーズバーガーが、7ディルハムだから、あ、わかんないな。ポピュラーアイテム、ビッグマック、ビッグマックが18ディルハム、ダブルチーズバーガーだと12ディルハムとかですね。サイド、あ、ハッピーミール、ハッピーミール、デザートもあるんだ。アップルパイが7ディルハム。あ、オレオがある。日本と同じなのかな。シグニチャーコレクション、マッシュルームビー、この辺は日本にないハンバーガーですね。オリジナルなのかな。この辺スパイシークランチビーフ、この辺も。あとなんだろうな、サイド、ポテトが9ディルハムとか、ちょっと高いかもな、やっぱ。こんな感じです。混んでますね、マック。こういうゲームセンターもありました。もしかしてワニワニパニックとかあったりして。それはないか、さすがに。外国のゲームって感じなのかな。あ、バスケはありますね。ドバイの人もゲームセンターで遊んだりするんですね。でも空いてますね。ではまたみんなで集合して車に向かいます。次はまた違う場所に行くみたいです。このね、前に歩いてる2人夫婦かな、はスイスの人なんですけど、なんか英語じゃないんですよね。英語で喋ってなくて、多分フランス語かドイツ語かなで会話してますね。そう、スイスはね、フランス語、ドイツ語、イタリア語だったかなが混ざってるんですよね。その地域によって話される言葉が違うみたいです。出発して次の場所に向かいます。次の観光場所に到着しました。
なんかアートセンターって言ってましたね。アートセンターっていうところに立ち寄ってたんですけど、そこはね撮影がダメだったんですけど、またアラジンの魔法の絨毯の実演販売が行われました。15分ぐらいあって、で今出てきた感じです。30万とかつながりで実演販売していて、結局ね誰も買う人はいませんでしたね。ということでまた車に乗り込んで次の観光地に向かいます。今魔法の絨毯売り場から出発しました。お土産屋さんにもあったりとか、そういうのはツアーには付き物みたいです。ビレッジっていうアブダビ村に到着しました。ここで30分間自由に見学するそうです。アブダビの文化とか昔の生活とかが見えるそうです。入ってみましょう。入場無料みたいですね。お土産とかが売ってるのかな。こんな感じでお土産が売ってるところですね。またアバヤとかが売ってる。あー、ここでラクダに乗れるんだ。ラクダ乗りができるんですね、ここ。ここでラクダ乗り体験ができ、おじそうあの子大丈夫かな。おじそうだけど、あれ2コブじゃない、ないのかな。このラクダちゃんが一つな気がする。落ちそう。わあ、海きれい。すごいきれい、海が。きれいですね。でもこの町を作ったのすごいですね。全部砂漠だったのにこんなビルをたくさん建てたんだ。この砂浜も人工なのかな。海すごい綺麗。透明度が高いです。なんだろう、ここはミュージアムって書いてある。ミュージアムになってるんだ。ハンディクラフトスーク。スークなんだ。スークになってるみたいです。レザーだって。ここはレザーなんだ。ここもミュージアムって書いてありますね。どのツアーに参加してもここを訪れるみたいですね。観光客がたくさんいます。てか観光客しかいませんね。今日本人の女の子3人組が1組いらっしゃいました。久しぶりに日本人に会って嬉しかったです。ドバイ全然日本人がいないんですよ。ツアーにも日本人がいなくて、ヨーロッパの人が多いみたいですね。フィンランドとかフランスとかスイス、ポーランド、ハンガリーって言ってました。なので近いですもんね、ヨーロッパからは。フランスからドーハ来たんですけど6時間ぐらいかで来れたので、割とヨーロッパから来るとドバイって結構直行便も出てたりとか行きやすいんだと思います。ビーチに出てきました。近づいてみましょう。白い砂浜、貝殻は落ちてないかな。すごい綺麗、海。お水触ったらあったかかったです。
やっぱ今日暑いからね、水温も上がってるみたいです。それでは車に戻りましょうか。文化村を出まして、この後お昼みたいです。マリーナモールっていうところでお昼を食べるみたいです。それはね、もう各自自由に食べるそうです。こちらがマリーナモールみたいです。アラブ料理のビュッフェに立ち寄ってここで食べるみたいな話になったんですけど、皆さんマリーナモールで各自食べたいっていうことで、すやそうですよね。でマリーナモールに到着しました。ここでランチ休憩みたいです。マリーナモールに到着しました。ここで1時間ランチタイムになります。入っていきましょう。25度ぐらいあるんじゃないかな。すごい日差しが強くて暑いです。ノースリープでも大丈夫ぐらいな気温ですね。バーガーキングで食べることにしました。ここで注文しちゃいましょう。パンダチャイニーズってパンダエクスプレスのことかな。カミングスンって書いてありますね。私は254番なのでまだできてないですね。はい、注文してたものが来ました。バーガーキングのワッパーセットですね。27ディルハムでした。ではいただきます。ではいただきましょう。こんな感じです。肉厚、しっかりお肉の味がして美味しいです。無事に食べ終わりました。ではゆっくり戻りましょうか。ドバイのおトイレ事情なんですけど、モールのお手洗いとかに行けば結構比較的ね綺麗です。昨日のデザートサファリ、砂漠とかのトイレは結構ね汚かったんですけど、こういうドバイにはモールが結構たくさんあるので、こういうモールのお手洗いとかを利用すればちゃんとトイレットペーパーもありますし、ハンドソープもありましたので、ショッピングモールとかのねトイレを使うといいと思います。今同じツアーの人がいました。まだみんな車に戻ってないのでもうちょっと大丈夫そうです。ビクトリアシークレットがあります。あとフォーエバー21がある。あとザラとかハワイにあるファストファッション、どこもでも同じですね。モールに入ってるものはフォーエバー21で日本からもうなくなっちゃいましたよね。ちょっとチラッと見てみようかな。懐かしい。ここのザラすごい広いです。すごい広いザラ。こちらはザラです。例えばこれが269だから1万円ぐらいかな。ザラは日本と同じぐらいかな価格。ドバイでも着ることあるのかな、こういうコート。こういうのは日本にも売ってそう。これとかもありそうですよね、日本に。これが199ディルハムです。これが209ディルハムだから8000円とか9000円ぐらいかな。長袖とかセーターも売ってますね。ジャケットとかアバヤの下には皆さんそういう服着てるのかな、ムスリムの人たちは。ではそろそろ時間なので車に戻りましょう。他のツアーの人たち外国人なので時間にねルーツなのかなと思いきや、皆さんね結構5分前行動なんですよ。集合時間のちょっと前だったり、その集合時間ぴったりにはねちゃんと集まってて時間きっちりしてるんですね。やっぱツアーに参加する人たちはそうなのかなと思いました。こちらがエミレーツパレスです。5つ星ホテルだそうです。中に入っていきましょう。ホテルなんですよね。今こちらはホテルだそうです。昔はロイヤルファミリーが住んでたらしいんですけれども、今はホテルとして使っているそうです。エミレーツパレスってマンダリンがやってるんですね。マンダリンオリエンタルアブダビって書いてあります。では入ってみましょう。ここで30分見学の時間があるそうです。エントランス
っちかな。やりましょう。あーすごい豪華なホテル、マンダリンなんだ。3000客室ぐらいあるって言ってましたね。こちらがフロントなんだ、フロントデスクです。でもここが観光スポットになってるってすごいですよね。ここで30分、ストップオーバーというか途中下車して観光する時間が含まれてる、なかなかないですね。日本でいう、なんだろう、日本でいう帝国ホテルみたいな感じなのかな。金ピカホテル、ここが1階で2、3、4、5、5階建てなのかな。あ、これが外観から見えたあの宮殿みたいなところなのかな。金ピカに光ってます。ちょっと今お見せしますね。2、3、4、5階建てかな。天井もこんな感じ、ドーム型になってます。宮殿のお手洗いをお借りしてみましょう。綺麗なのかな、金ピカかもしれないです。行ってみます。トイレも割と金ピカでした。ガイドさんがこう案内してくれて説明してくれるわけじゃないんですよね。もうその場所に着いたら各自自分で回ってくださいっていう感じなんですよ。ここはこういう歴史があってみたいな、この場所はこういうものなんですみたいな説明は特にないんですよね。ポイントポイントの場所で降ろされてで各自回るっていう感じのツアーです。昨日のデザートサファリのツアーもそういう感じだったので、ドバイのツアーは結構もうフリーかも、車で回ってくれるけどあとはもう自分で観光してくださいっていう感じのスタイルが多いみたいです。ドバイはアジアだと中国人が結構多いですね。日本人全然いなくて、韓国人もいなくて、中国人がねとにかく多いです。ここがお庭なのかな。噴水がディズニーシーの噴水みたい、これの規模が大きいバージョン。これがエミレーツパレスの正面です。奥にカフェがあるんですけど、そこの金箔入りコーヒーが有名らしいですね。一杯今の物価だとどうだろう、昔だと1杯3000円ぐらいだったらしいんですけど、今だと多分1杯5000円ぐらいするかもしれないですね。普通のコーヒーの上に金箔が乗ってるコーヒーがガイドブックに載ってたりするらしいです。こんな大きいバスも乗り入れてますね。続々とツアーで来るんですね。すごいツアーの観光名所になってるんですね。出発して次のスポットに向かっています。今もう4時半ですね。デーツマーケットに来ました。デーツがたくさん売っていますね。こんな感じ、量り売りしてんのかな、こんな感じで全部同じお店に見えるんですけど、このお店がすごい賑わってます。なんか安いのかな、なんで賑わってるんだろう。すごいデーツだらけ。デーツマーケットをプラプラ歩いてます。ここも多分ツアーで寄るところになってるんでしょうね。これデーツ食べてみます。タンニが入ってる、うん。アブダビにもルーブル美術館があるみたいです。フランスのルーブルの一部の作品が展示されているそうです。今回のツアーにはそれは含まれていなかったので、車の中から外観だけ眺めました。で、今デーツマーケットから出てきて、次は最後のスポットです。フェラーリ美術館かなに行きます。そこで最後になります。フェラーリワールドに到着しました。車のフェラーリのことですね。あそこにね遊園地があったの、すっごい怖そうなコースター。そう、これこれこれ、すごくないですか。フェラーリワールド、
アブダビ入っていきます。何があるんだろう。車が展示されてるのかな。多分ドバイ、まあね、土地が広いので一つ一つの施設がね大きいですよね。あそこが入り口みたいですね。またモールなんでしょうか。モールですね。ここで30分間時間が取られるみたいです。フェラーリワールド、ちょっと近づいてみましょう。あ、待って、レインフォレストカフェがある。フレックスペアリにも入ってますよね、レインフォレストカフェ。何があるんでしょうね。フェラーリワールド、こっちがフェラーリワールドで向こう側がモールになってるみたいです。ドバイはね、とにかくショッピングモールが多いですね。フェラーリワールド、フェラーリストアとかがある。T シャツとかがあるんだ。マグカップとか。チケットがある。アトラクションに乗るにはやっぱりチケットを別にここでゲットするみたいですね。見て、こんな天井高い。写真撮影できるスポットがありますね。入れないのかな。何があるんだろう。奥はここにフェラーリが飾ってありますね。中に入るにはチケットが必要っぽいですね。見て、何このアトラクション、怖そう。すごい、見えましたかね。今向こう側外なんですけど、すごい怖そうなアトラクション。全然治安はいいと思います。スリもね、いないですし、安全に歩けますね。夜もドバイモールの周辺とかその辺りだったら歩いても大丈夫だと思います。なので治安はね、心配ないです。多分こういうね、アトラクションがいろいろあるんだと思います。中にツアーにはそのチケット代とかそういう時間はね、取られてないみたいですね。1個下に降りてきたんですけど、ここにもお土産屋さんがあったりスタバがあったりしますね。お土産屋さんが豊富にありますね。ドバイって書いてあるエコバッグを買いました。それではフェラーリワールドを後にして帰るみたいです。車に戻ってホテルに帰りましょう。真上に飛行機が飛んでます。
の夜11時25分発の飛行機で帰るので、ホテルでスーツケースをピックアップして急いでドバイ空港に向かいたいと思います。結構バタバタですね。今、7時なんですけれども、車が大渋滞でホテルに着くのがここからさらに1時間ぐらいかかりそうです。ちょっとね、今日飛行機フライトがあるので心配になってきました。かなり渋滞してますね。今8時半でホテルに到着しました。あー、もうギリギリになっちゃってすごい焦ってます。あそこから2時間半かかったんですよ。渋滞しててまさかこんなかかると思わなくて、6時にツアーが終わるって書いてあったので余裕だと思ってたら、まさかの8時半で、そう、今急いでウーバーを手配してこれからドバイ空港に向かいます。本当はね、これ着替えたいんですけど、もうね、急いで空港に向かおうと思います。ここでも JGC の力が発揮してくれました。なんとね、このプライオリティのファーストクラスのところでチェックインできました。今から出国します。バタバタ、こっちかな。チェックイン前にエンディングを撮りたかったんですけど、全然そんな時間なかった。急いで出国しましょう。今回の動画はここまでです。アブダビツアーの格好のままウーバーに乗ってしまったので、ドバイ空港に着いてからトイレでフライトの格好に着替えて、スーツケースに着替えを入れてパッキングしました。チェックインカウンターは混んでなかったので、 JGC のプライオリティレーンですぐチェックインできて、スーツケースを預けることができました。次の動画はドバイからドーハ経由日本に帰国する飛行機動画になります。次回の動画もぜひご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。